鬼の城、木の城は、岡山県総社市の鬼、城山、木の城山に築かれた、日本の古代山城、交互一式山城である。城石は、国の史跡、木城山、1986年、昭和61年3月25日指定の、指範囲に包含される。白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に大敗した後、大和朝廷は、 日本の防衛のために、津島機内に至る要衝に、様々な防御施設を築いている。鬼の城は史書に記載がなく、追記念は不明であるが、発掘調査では7世紀後半に築かれたとされている。鬼の城は、木び高原の南端に位置し、標高397メートルの木城山の山頂部に所在する。すり鉢を伏せた形の山陽の七柄九合目の外周を、 石類、土類による城壁が、八巻町に2 8トルにわたって巡る。城壁で囲まれた木内の面積は、約30ヘクタールである。城壁は、土類が主体で、城門4カ所、各楼、水門6カ所などで構成される。そして、城壁を保護するための敷石の発見は、国内初のことであった。城内では、礎石建物跡7舟、 掘ったて柱建物跡一棟、ため放火場、単野以降などが確認されている。鬼の城は山城に必要な設備がほぼ備わり、未完成の山城が多い中で稀な完成した古代、山城とされている。鬼の城は歴史と自然の野外博物館の基本理念に基づき、祭門と角楼や土塁が復元された。その他、城門、門、石建物跡、 展望所、見学路などの整備とともに、木上山ビジターセンターと駐車場を整え、史跡、自然公園として一般公開されている。城壁は、幅7メートル高さ6から7メートルの半築土類が全体の8割強を占める。しかし、城壁最下の内外に1.5メートル幅の敷石が付設されており、岩木の面向きが強い。そして、 防御正面の2カ所の張り出しは、石垣で築かれている。流水による城壁の崩壊を防止するための水門が、防御正面に集中する。城壁下部の2から3メートルに石垣を築いて、水口を設け、通水口の上部を土塁で固めた水門が4カ所ある。他の2カ所は、石垣の間を自然通水させる、浸透式の水門である。また、水門の城内側の箇所の谷筋で、 土手上遺構が発掘された。土石流や流水から城壁を守るためと、水を確保するための構築物である。そして、大霊水門の城壁下部で、マス状の石囲いの浅い貯水池が発掘され、多くの木製品が出土した。城門は、防御正面に、東門、南門、西門、防御背面に、北門の四箇所が開く。主の侵入路と思われる場所に西門があり、 西門の北側約六十メートルの隅角に角楼がある。各々の,の,の城門は門石杖を沿わせた掘立柱で、門道は石敷である。西門は平門構造で、他の門は剣門構造である。東門は間口一軒奥行き二軒で六本の丸柱構造。南門は間口三軒奥行き二軒で十二本の角柱構造。中央の一軒が出入り口で、 本柱は一辺が五十八センチメートル角である。西門は南門と同じ柱配列で、本柱は一辺が六十センチメートル角である。そして、門堂の奥に四本柱の目隠し塀がある。北門は間口一軒奥行き三軒の八本の柱構造。本柱は一辺が五五十センチメートルの角柱で、他は丸柱である。そして、 門道に排水口が埋設されている。また、サ門周辺と、角楼に至る、土塁上面の柱穴の並びは、板塀のための柱跡とされている。木内の中心部には、食料貯蔵の高い床倉庫と思われる、礎石層柱建物跡5棟、管理棟と思われる、礎石側柱建物跡2棟が発掘された。また、十二基の単野炉の発掘は、 鉄器製作の単野工房とされ、歯口、鉄紙、釘、槍,槍ガンナ、砥石などが出土する。他の出土遺物は、末期の塩面すずり、亀、壺、食器類に加え、弾きのの精塩土器、腕、皿などがある。鬼の城の南読の低給料が南北から突出して狭くなった田園地帯に水木状遺構がある。半築状の土類で、 長さ約300メートル、高さ約3メートル、規定部幅約21メートルを測り、土塁の上部に人々が集中する。水木と大野城の関係と同様に、城への侵入路を遮断した軍事施設とされている。瀬戸内海は、古から海外交流交易の主回路である。東端の名にわず、港の西方、約180キロメートルに、機敏、港は位置する。 鬼滅の西方、約2 4 0メートルに、名に、打津、港の博多湾がある。鬼滅は、東西航路のほぼ中間点に位置する。鬼の城の山陸一帯は、聖意を誇った古代鬼滅の中心部であり、鬼の城は、鬼滅から約1 1トルである。鬼の城は、イニシエから鬼滅彦の命による、女大寺の伝承地として知られていた。 苔むした石垣が散在する状況から、定石らしいと判断され、木の白と呼んでいた。木は、くだらの古語では白を意味し、後に鬼の文字を当てたに過ぎない。鬼の白は、白を表す、彼の地と、この地との言葉を重ねた名称である。祖先建物群の周辺では、仏教に関わる瓦と、水亀、器などの異物が出土している。 鬼の城の廃城後のアスカ時代から平安時代にかけて山岳寺院が営まれている。木城山の山頂では眼下に宗者平野、岡山平野西部、岡山市街が一望できる。小島半島の前方は瀬戸内海、海の向こうの陸は香川県である。坂井出市の佐野木城山城と高松市の八島城が視野に入る。日本書紀に記載された。 白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は下記の通り。移行に関する内容は概要に記述の通り。定席は終日無料公開であるが夜間照明はない。基乗山ビジターセンターには約70台の無料の駐車場が整備されて飲料水の自販機は設置されている。その他の現地情報は外部リンクの 木城山ビジターセンターなどを参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。